<Welcome> 皆さんこんにちはジョディ・ヨグです、えー、この頃ちょっと台湾に帰っていますというのは11月の18日から12月の17日まで台南市美術館で私の版画展を行いますその PR の一環で、えー、何回か台湾に帰っているんですけどもせんだって帰った時にワンツアーで十いくつの 番組とラジオとあの雑誌に出てきました死にそうでしたけれどもとっても楽しかったです、えー、その中のいくつかをね私自力で撮ったりしているのでそれと私のお話を皆様に今日はご紹介したいと思いますまずホテルに着きましたそしてお荷物を解いている間に、えー、なんかあテーブルの上にあるなと思ってそれを、えー、パッと開いたらなんと、うん、マカロンに 見せられての私がこう後ろに乗ってるじゃないですか。びっくりしちゃって、えー、ああこんな素敵なウェルカムないなって。ただのフルーツじゃなくて、こんな思いのこもったあのチョコレートの白のチョコレートで私を作ってくれた見せられて広げて見せられてよりももうちょっとなんか鳥っぽい感じもしましたけども、もう見てすぐ見せられてってわかりました。次に嬉しいのは、えー、もちろんホテルでも食べましたけれども、台湾に行ったら台湾の お料理が食べたくて出前を友達に <laughs> してもらいました台湾ではねヘチマ食べるんですよ日本はヘチマってこう体洗うってイメージでしょそうじゃないの若いヘチマをお料理に使うんですこれが私は好きでねそれのハマグリとヘチマのスープとかねそれからヘチマ炒めとかヘチマの入ったシュウマイかとかそんなものをいただいてきましたそして台湾のホテルの えー、ルームツアープレジデンシャル・スイートを皆様にご紹介しているんですけれどもこれは台湾のある番組であのそこを紹介してほしいということであのそのプレ,ジプレジデンシャル・スイートのツアーをしましたあれねあのベッドルームからお食事に行くまでかなり走らないと到達できないぐらいなそんな距離でした。 ラジオの番組もいくつかいたしましてその生番組の司会をしていたのが彼はケンさんといってもう本当に日本の歌のことが大好きでその長寿番組なんですけど私10年前に出たのねそれで10年後に今回呼ばれて行ったんですけれどももう本当にねあのよく知ってらっしゃる日本の歌も中国の全部アップルであのミュージックで170曲全部聴いてくださったんですって。そそれでその 私が行くまでに聞いていってっそのその朝に何をしに行ったかというと長蛇あの列のきなこ餅おじさんというのがいてそれで彼はその朝に出かける前に全部一日の今日はこれだけしか売らないっていう文を作ってで別にお店構えてるわけでもなくちょっとした、まあえー、屋台のような感じでこう広げて机広げてそしたら。 まあま決まったところなどでダーッともう何十人といっぺんにね列ができちゃうのそれであまりにも売れるから太り2つまでって限定でそれで売ってらっしゃるのねその列の中にね入ってね健さん買ってきてくださったきなもきなこ餅食べましたおいしかったです。あのねお餅じゃなくてクズ みたいな感じでも「クズじゃない」って言われたのであれは何でしょうかいまだにわからないまま美味しかっただけ覚えてるんですけどもケンさんありがとう、えー、そんなあとに出たら出待ちのファンがいてくれましたで今回で、ね、台湾に行きますっていう宣伝も何もしてなくて台湾で今回行って宣伝するのはその台南市美術館の版画展なんだけども生で出たらもうは 気をつけたファンの人たちが出待ちしてたんですねこれはね本当にしばらく書いてないかった私にとっては嬉しいことでしたファンの皆さんありがとうそして、えー、PR の一環の中でずいぶんテレビいろいろやったんですけどジュディが寄港してるといの YouTube で見たんですってそのディレクターがジュディさんするんですかとやりますよってそしたらねあ、ぜひともあの教えてくださいって これねすぐ教えられないのよったら「じゃあやってください」あやるのね分かりました」<laughs> って言って、えー、ショートバージョンを「起動校」っていうのをそこでやってきました不思議な感じですねいつも自分の家でやってるのでホテルでやるってあんまりないんですけども、えー、それまた不思議に集中できました YouTube でも見てくださいね YouTube は自宅でやってますから本当に集中してます さてテレビの PR の一環ですごい視聴率の高いあの番組に出てきましたでそこは自分のコレクションの話をいろいろするコーナーがあってそこで私もまあ台南市美術館の話をしながらもその PR を兼ねた中でいくつか紹介してで今度はジュディが一つのコレクションだということでジュディの歴史を語るみたいなそんなようなコーナーがあってそこに登場したのが。 台湾のナンバーワンスタイリスト、ソンファ、ソンファ、ソンファちゃん。孫ンの孫という字に、フォはカレーという字ですね。で、みんなもう先生と呼んでいらっしゃるんですけど。もう当初私十数年前お会いした時には、まだ、そうね、駆け出しはおかしいけども、もう。かなり、あの、いろいろな方々が彼に注文をしていたんですけれども。その彼が十年後、私、今回の番組でごあし、あお会いしたら。 まあ、私のレコードのコレクションから何か全部持ててそれでこの年齢にこうやっていろいろ私のやってきたことを紹介するコーナーで司会者よりも彼がコメンテーターなんだけど彼がリーダーシップを取って全部説明してくれてびっくりしちゃいました。私の忘れてててるるこことままで彼彼は知っっしたたねその彼が持ってたこんなな大きなアルバムにに要するに えー、LP ですよね持ってきたのでそれをサインしましたそして見たことのない LP がありましたそれは「台湾で出た海賊版です」って海賊版って今聞かないなと思ってでもそうだから貴重なものだったんだと思いますけどそれでもサインして、えー、とても何か嬉しかったですね彼の中のすごく面白いコーテーションがあるんですけれども言った言葉で「もう昔私が私が もう本当にあの向こうに映画のとに帰ったりテレビに出たりするときにその年の一番流行っているものを母は見つけてきて私にまあ着ようっていうことでテレビにいつも一番先端のお洋服を着てたんですねそうするとそのお母様方がその彼のまだちっちゃい時に「あオン・チェン・ユイ」って私の充電用具っていうのはオン・チェン・ユイなんですけども中国名がの着てたあのドレスって言って翌日えいわゆる日本でいうアメ横 みたいなとこがあるんですよそこにねみんな買いに行ったんですってでそれに彼もくっついて行ったっていうそっから自分のファッションが始まったという話をしてくれましてねママさんにに感謝と同時に嬉しかったですねさてまた違う番組で台湾を歩こうに行きましたで中で台南炭粒麺を食べようっていうので、えー、台湾の一番有名なこのもともと台南から来てるのね で台南ののの本店に行った時に、ね、テーブルこのぐらいい高さしかないでもっと低いちっちゃな椅子があってそれにもう足がこう肩まで上がっちゃうぐらいな感じの低い椅子に座って低いテーブルでその炭痛麺を食べたあの記憶があるんですけれどもそれがもう,もうすごいチェーンになってその有名なラーメン屋さんに行って炭痛麺を食べてそしてそこでいろいろな タイ独特な食べ物をいっぱい出していただいてもうね申し訳ないけど皆様に羨ましがらえと思いますがその一場面見てください今日は台湾のパンツーメを食べに来てます本当に私が小さい時から食べに来てるところなんですけどもうパンツーンになっちゃってあっこっちに やっぱりおいしいこれがダンツービエンです見て見てすごいおいしいのそしてあの日本では食べないんですけどもヘチマンヘチマンを海鮮で炒めたのねそれからこれ見て珍しいのこれはスイレンの茎これスイレンの茎ですスイレンがあって食べやすいのにねそしてこれがさい牡蠣の揚げ物なんです これがめちゃくちゃおいしいの美しいこれ見てこれこれがあの台,湾で台湾でしか取れないこの大きいサイズのカラスミです素晴らしいやな何か随ん,んだんおしゃれになっちゃってでこれがお酒につけた鳥ね私この間取っ,って美味しいって言ったら今日もまた取ってくれましたこれはいかだん これ真っ黒系ですけど、ものすごく美味しいこ,れのあのこんなに煮込んでないの私 YouTube で司会しましたけれどもローナンっていうのでそしてこれ今日はもうこのあと元気になろうというえスープですけれどもあの薬膳スープだな色々いろいろ入ってるよあのよパンムーアとかなではいただきます ー食べに行きました皆さんトさん豆腐って知ってるゆるゆるの,あのお豆腐みたいなちょっとジェリーみたいになったお豆腐の味のものなんですけども豆腐じゃないのよねにがりは入ってないからあれは豆乳にちょっとジェラシンを混ぜてふわふわにしてあるのねそれを甘い汁と、まあ、人によっては煮た、えー、ピーナッツ と一緒にいただいたりするんだけど私はピーナッツとそれから夏目を入れていただきましたそしたらねなんかねあのおまけがついてきてでそれは、えー、日本のタロイモ日本でいうタロイモってどういう芋かと思ってた日本のを食べた香りがないの台湾のタロイモはねものすごい香りがあってちょっと紫がかってるの、ね、で、それが甘く似てあるのを デザートにに食べに来ましたそしたら隣にいた方が香港から来た方でわざわざその豆腐を食べに来たんですってちょっとだけ話しちゃった知らない人だったんだけど何食べてるのって聞いた <laughs> はいその後に行ったのがねトンヤ街もう <laughs> 楽しいえー、あそこは楽しかったですねあの何ていうのかしらね あ何でもあるのもうお香のお店からお茶器のお店から乾物のお店からもちろん食べ物屋さんもたくさんあるし洋服屋さんもあるしもうあそこに行ったら一日中動けるもうそこにいて帰らなくていいぐらいそこでいっぱい。 いいろんな買い物ししてきましたというわけで満喫していただきましたもうねまだまだ台湾もいっぱいあるのよまた行くチャンスがあるのでその時ままた撮ってきますね今度はね綺麗な風景撮ってこようかな今回はちょっとアップばっかりやったのでそれらのものも含めて台南市美術館で美しいともうこれはすごいのよなんでかっていうと、えー、日本時代の警視庁 古い石で作った建物なんですけれどもそれをの中での展示会なので、えー、いろいろな珍しいところビデオで撮ってきますからそれも見てくださいねというわけで今日はここら辺でお別れしますいいねをぜひともしてくださいつまんないでは押さないで <laughs> 登録してください今日は本当にありがとうございましたそれではこの次までチャオ